はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は FF4 ハリュー、久々にハリュー動画やろうかなと思って、で今回はねウェイトモードを使ったハリュー攻略ということでやっていきたいと思います。せっかく実装された機能なので、でウェイトモードを使うことによって、実同じ、例えば全く同じ装備を持っていれば、僕と同じ全く立ち回りをすればね、この動画を見てやれば同じタイミングが出るっていうことで、まあちょっとね今回やる動画を普通に編成難易度っていうか必殺技のその使うやつは別に何の制限もなく無制限でいくんで、真似する人はいないと思うけど、まあとりあえず一応ウェイトモードでも30秒切りとかは全然可能ですよっていうところでやっていきたいねと思います。最速が25秒切れたんで、このウェイトモード使用でもね、すごいなって思った。時代が変わったんだなって思う。すごい、ハリューとか結構考えることとか多いからねっていうことなんで、普通に今回はハリューのウェイトモードを使って実況スタイルでいきたいと思います。はい、で使用必殺技がまあこんな感じですね。ローザ神器使ってデリアジャのみ、戦技覚醒超絶。ちょっとねこれリジェネが、まあ回復はありがたいんだけど、罠になってるというか、リジェネガですごい時間をね浪費してしまうっていうところがまああったりで、あんまりウェイトモードと相性は良くないよね、リジェネガ。まあどっちにしろ継続ダメージ食らったら同じことなんで、まあはい。で、バルバリッシア覚醒シンクロ LBOF、 はい、でこんな感じですね。で黒魔法ダメアップのレコ満点みたいなですね。はい、バルバリッシアがね、まあ案外火力出ない、全然火力出ないんで。でギルバートがこんな感じです。伝説の歌タックス、覚醒超絶、超絶は使わないかもしれないね。開幕で困って、で風数矢が、英雄神器に、アビが精神派ホーリジャ、ホーリジャもまあシンクロアビで1回使うだけですね。で一応これもフル装備でいきます。覚醒シンクロ D 角覚醒、まあ風数矢さんはフル装備でいきたい。で新奥義なしだね、今回の編成は新奥義使いません。新奥義使ったらもっと早いのかな、うん、まあいいや。はい、エースストライカーでこんな感じだね。でリディアがこんな感じです。でアビが千アビルーナドラゴン、覚醒シンクロ、覚醒に一応持ってく、多分使わないと思うんだよね。ギリギリその倒すタイミングの最後の2ターンぐらいで最初の覚醒の効果が切れるような感じなんだよね。はい、でムチダメアップは持ってきます。で弱点大、はい、こんな感じでいきましょう。でヒストレークリスタルレベル120という感じですね。立ち回りでまあ気をつける、まあ喋りながら結局実況しながらやるんでという感じではあるんですけど、一応25秒付近で倒せたらいいなっていうところ。25秒切るのだと今後この編成だとレジェマテの追撃の運が出てくるかなっていうところがあるんで、そこだね。まあどっちにしろまあ25秒付近で倒せますよって感じだね今回ね。はい、ということでその辺目指していきたいと思います。まあさすがにこんだけ装備揃ってるんで、まあ余裕はあるかな。すごいある、すごいある、余裕は。はい、でベストタイム今24秒85なんですけど、まあ、もうちょっと立ち回り詰めたりとか他のことすればもっといいかなと思うんですけど。はい、ということでやっていきましょう。とりあえずまあ喋りながらなんで、まあちょっと思考時間ができると思うんで、はい、ギルバート確定打ちます。ローザが星6戦技、あとはアタッカーはアビでゲージ溜めいきます。でギルバートがチェイン、ノーザがヒストレクリスタル、バルバリシアが竜巻、まあ同じように打ってきます。バルバリシアがね、まあ火力あんま出ないんだよな。
専用日も待機なしにはなるんですけど、シュンクロアビとあの併用した場合だと意味なくなっちゃうからね。シュンクロアビに付随してる発動するので、はい、ここでローザが超絶打ちます。リジェネガがちょっと邪魔になる時あるんだよな。でバルバリシア立つまで、でこのターン風数矢が打てるかな。覚醒はい、風水屋さん、ムーンサルトマジック。これが、味方全体にバリア張るやつだね。その代わりアビリティブーストないんで、火力は出ません。デディアジャ、あとは、まあ、ローザはひたすらデディアジャ連打みたいな感じですね。で、バルバリシアが覚醒打ちます。で次のターンリディアも、覚醒2だね。まあ全キャラにあのレジェマテ、バルバリシアにも風ダメアップ中欲しいわ。アルティミシアにはもう実装されてんだよね確か。アルティミシアなんだっけ、黒魔法のダメージアップ中だっけ。リディアが覚醒2を打っていく。やっぱレジェマテだけの差でそれぐらいの差もやっぱ出てきちゃうからね、火力の差で。はい、バルバリシア竜巻連打。まあこんなもんでしょう。あとまあこのパーティーにおいてはその風デバフっていうのもヒストリアクリスタルでしかできないことなので、風水矢がデバフしてくれるわけでもないし、しょうがないね。お、いいね、意外と、まあチェーン100もう 200% 超えてるしな。意外とっていうか、サモナーズバンド、で次のバルバリシアの攻撃でまたいていくかな。でここでギルバートチェーンやっとこう。でバルバリシアでフェーズ2に移行します。オッケー、11秒3ぐらいでチェーン更新っていう感じかなこれね。仕事すんなこれちょっと無駄だけどね、無駄な時間ですけど、どうせチェーン更新しちゃうし。はい、更新。やっぱウェイトモードだとね、チェーンの時間がちょっと短いんだよねこれ実際。それがちょっと問題かなって思うんでね。で今のリジェネガでもね、今あの無駄でしたよ、風数屋さんのシンクロ発動までに時間が。まあこれしょうがないね、この辺の融通の効かなさというか。バトルスピードでウェイト実装されちゃったら本当にやばいんだろうけど。はい、チェインとゲージを稼いでいきます。ローザで打ちたいところではあるんだけど、ローザで打ちたいんだけど、ここはアタッカー先に優先させて打たせたいんだよな。打たせたいので一旦ここスルー。次のターンでリディアとアルバリシアが必殺技打てると思うんで、はい、光の審判、これでゲージ溜まります。風水矢このターンで右浴びかな。風水矢右浴び打っとこう。右浴びでゲージじゃない、あのバフして
で、アタッカーシンクロ打たせます。で、ローザがここで、ローザでいいかな、ローザ、ギルバートかな、ギルバートかな、ここでローザ、ヒストリアクリスタルか、次のターンでいいか、ローザ。はい、ギルバート覚醒打ち直し。バリアあるからまあ耐えるよね。はい、試練の方向で、メモリーバイト来るかな。で、風水矢がここで D 角打ちます。リリアが汚れなき力、ローザが覚醒、これで ヒストリアソウルかヒストリアソウルが1になります。オッケー、強い、29,999、十分。今 D 角本体はまあまあしょうがないさあ、バルバリシア頑張れ、火力出せ。全然火力出ねえな、チェーン 200% 超えてんだけど。強い追撃で4万、強い。はい、ギルバート、ギルバートさんが、はい、ここでリリアが新アビー、まあ、あとはもうアタッカーがもうひたすら連打だね。強い、強すぎ。さあ、風水矢のフルバフがタイミング合わないんだよな、これ。風水矢のタイミングが合わねえんだよな。ギルバートで次のターン託します、風水矢に。おお、いいね。さすがにまあ右上一応乗ってるからね。はい、移行します。で、風水矢に託します。フルブレイクの効果受けないのがやっぱいいね、風水屋さんは。そこは素晴らしいなとは思う。で、リリアさんはまだバフの効果あるから、まだあれかな。あ、切れてる。まあいける。今リディアサボナーズバンドだったな。今1000アビ打った方が良かったな。失敗した。はい、これでフルバフ、ちょっと一旦遅れたけどね、しょうがない。で、 LBOF もバルブレシアは打っちゃいます。25万、十分。おお、やっぱさっきのミスったな。さっきの失敗したわ。はい、解除。で、精霊バフ今いくつになってんだ。これウェイトモードだとしっかりこれデバフ見れるからいいよね。あ、この状態か。じゃあ深夜ビーチでいいね。これ25秒切れるな。これ覚醒2の追撃だね、ハリウメテオ。これ24秒切れるか。バルベリシアの攻撃で倒せれば。
威力低い。あ、いけるでも、いける。いけない。0.6% 残った。あー、リジェネがね、時間が消費されていく。あー、24秒。やっぱリジェネが邪魔だったわ、今。リジェネがさえなければ。リジェネがさえなければ24秒切れた。わー、まあいいや。はい。ということで、ウェイトモードでも、今ちょっとリディアの行動とミスったりもしたけど、一応いけましたね。よかった。はい。はい。ということで、ウェイトモードでも無事、ハリュー25秒切りみたいなことは全然できます。で、今、ね、装備が足らないって人でも、30秒切り自体は全然できるので、うん。余裕はあると思います。5秒ぐらい全然余裕あるし、あとタイム気にしなければ、全然もっと弱い装備でもいいし、って感じですね。ウェイトモード実装されて、ちょっとハリュー、さすがにハリューはいけないだろうとか思ってる人も、一応こんな感じ、まあ、こんな感じじゃなくてもいいけど、ウェイトモードでしっかりこの試行時間とか、まあ、さっき最後に見た、その、ね、アクティブタイムだと、なかなか今のデバフの段階でいくつなんだろうとかっていうのもゆっくり見られなかったりするから、そのデバフを見つつね、デバフの状況とか自分のバフついてる状況をしっかりね、確認しながら戦えるっていう利点もあるので、まあ非常に今まで勝てなかったところも、まあスムーズに勝てるところもあったりするんで、まあタイムアタックにはそんな向かないけどね、多分これ同じ編成でやれば全然20秒切り多分おそらく手動でやればできちゃうと思うんで、行動を詰めればね、そういったところもあったりする、しますけど。まあ普通に勝つだけならウェイトモードかなりおすすめかなというところです。はい。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。